演奏用マスクの仕組みを考えてみました。感染予防等の検証はしていませんのでご注意ください。型紙はケイコ・オルソンさんの M サイズを参考にしています。コメント欄にリンクを貼っていますのでご覧ください。マスクは二重構造になっていて、上の部分と下の部分で形が違います。下の部分はこのようなくぼんだ形になっています。この型紙を接着芯に重ねてホッチキスで留め、工作用のハサミで切ります。布用のハサミは刃が傷むので使わないでください。切り取った接着芯を表になる布の裏にアイロンで貼り付けます。口に当たる方の布と重ねて待ち針で留めます。縫い代を1センチ残して切っていきます。下になる方は左右の縫い代はいりません。左右は開けて上下だけを縫い合わせます。縫い合わせてからくぼみの部分を切り取り、この2箇所に切り込みを入れておきます。上下とも不織布の部分までを縫います。表の布の方に折り返してアイロンをかけます。くぼんでいる部分もしっかりとアイロンをかけておきましょう。角の部分は浮きやすいので、アイロンが冷めるまで待ち針で留めておくと良いでしょう。アイロンの熱が冷めたら裏返します。中に押し込むようにして反対側まで行ったら引っ張り出していきます。あとは角のところを内側から手を入れ形を整えていきます。これでアイロンをかけます。こちらの方は裏返して口に当たる布を両端このくらい切っておきます。後でゴム通しを作るときに邪魔になってしまいます。角の部分で折り上げます。上のところは5ミリほど空きます。しっかりアイロンをかけましょう。くぼんだ方も角のところで折り上げます。こちらは上の端が重なります。次に上の部分のこの端の部分を縫います。ここに内側下の部分を挟み込みます。きれいに重ねたら軽く待ち針で留めます。そして開いたらこの角の部分に直
直角三角形ができるように待ち針で留めていきます。ここですね、直角二等辺三角形ができています。ここです。4箇所とも同じように折ります。二重になっていて、ここから吹き口が通せるようになっています。先ほど切った端の部分折り返してしっかりとアイロンをかけたら、ゴムを挟んでこのように折ります。ゴムは後から通しても構いません。ゴム通しの部分を縫います。これで完成です。ここが開いています。そのままつけると普通のマスクに見えます。この部分から吹き口を差し込んで演奏します。